渡して仲直りでいいだろう。謝んなきゃ許さないわってな。あるあ。え、聞いてんのか。うん、聞いてるよ。そうかい。とにかくだ、無視することはないだろう。俺なんて言われなきゃ自分の誕生日ですら忘れんだぞ。とりあえず謝っとけば。でもよ。エリー、何があった。別に。なんで。お前の様子が変だからだ。うん、考え事してただけ。いつでも相談に乗るぞ。はいはい。感染者だ。何匹。ほんのちょっと。試してみるか。いいの。今日は気分いいしな。赤い看板見えるか。当ててみろ。やつらもおびき出せる。高めに狙え。弾は落下するからな。分かった。よし、いいぞ。音に引き寄せられてる。まあ、どうせパトロール中だし倒しとくか。やるな。もう弾が落下する距離も考えた。当たり。これで行った。今ので終わりだ。もっと打ちたきゃこっちにまだいるぞ。わかった。どこから来たんだろう。冬は群れがここを徘徊するんだ。何匹か取り残されることがあるんだ。毎年同じルート通ってくの。渡りの群れみたいにな。ふん、なんでだろう。ほら、大気圧ってやつが一定の気温に達したらって、俺がそんなこと知ってるように見えるか。小屋を見てみろ。坂を下ってるみたいだな。なんで。あ、動物の死体か。トラックのそば見てみろ。あそこの鹿を食ってやがる。腹減ってんだろ。当たり。これ気に入った。3匹いるみたいだ。まだ2匹いるぞ。才能あるな。届いたな。もういない。こっちにいるかもな。スキーリフトのそばだ。あっちの方を見てみろ。ゴンドラの下、支柱のそばだ。見えるか。ゆっくりでいいぞ。ほら、どう。上出来。まだまだいるぞ。焦らず。当たってよ。もう一度。やっ、まだ数匹いるぞ。うまいぞ。
もういないみたいだな。そうみたいだ。それでは行くか。ジョエルが待ってる。オッケー。もういいか？うん、ありがとう。気分晴れた。そうか。お先にどうぞ。余計なお世話かもしれないが、ジョエルが心配してるぞ。別に心配する必要ない。そうだろうけどな。でもちゃんと口を聞かなきゃ何かあったって思うだろう。ちゃんと話してる。挨拶だけじゃなくて会話するんだよ。お前たちが撃ってたのか。エリーが感染者でスコープ試してたんだよ。どうだった？いい感じ。そういえばな、エリー、ギターの弦変えてないんじゃないか。変えるものなんだ。ああ、そうじゃ新しいのを見つけようなう。下に楽器屋があっただろ。ギター用品もあるさ。ちょうどあそこは巡回先延ばしにしてたしな。見張りは任せろ。どうするエリー？いいよ。それじゃ退散するか。ねえ、本当に来ないの？ほら行け。待たせるな。オッケー、行こう。よし、ついてこい。それで、お前たち感染者に出くわしたのか？尾根から数匹見つけた。そっちは？家の中にランナーが2匹。グループパトロールでお前はよくやってるってジェシーが言ってたぞ。そろそろペアで行けるんじゃ。言わせればまだ早いが、銃の腕ならほとんどのやつに勝ってる。それに他の新人よりも経験で言ったら全然。お前がやれるっていうならやればいい。そうか、ありがとう。ただ頼むから短いルートから始めるんだぞ。いいな。それで様子を見てみろ。わかった。なあ、お前がハマってたサベッジスターライトって漫画覚えてるか？うん。トミーとあの学校を通った時に何冊か見つけたんだ。面白かった？ああいうのは俺の好みじゃないが、ダニエラ・スター博士はかなり残忍でしょ。特にキャプテン・ライアンとのデスマッチの場面。あれね、あれはキャプテンの自業自得。脱出の下りは予想外だったな。笑える。楽器屋はあっちだから今はここに置いてるぞ。うん、分かった。キラリ、いい子にしてて。あれが楽器屋だ。うん、見えた。持ち上げるか？平気。ねえ、こっちは行けそうにないよ。何？おかしいな。前は泳いで行けたんだが。それじゃあどうするの？お前さえよければホテルを通っていくか。うん、いいよ。
ここ行けそうだな。エリー、お前ここ通れるか？試す価値あり。気をつけろよ。オッケー。入れた。待ってて。わかった。お待ちどうさま。見直した？別に、もっとちゃんと食べろ。細すぎだ。これは？先に行けそうだが、奉仕が待ってるな。マスクをしろ。しなきゃダメ。二人きりでしょ。誰かに出くわしたらどうする？はいはい、つけます。身長第一だろ。マスクをつけずにいて、いつか誰かにばったり出くわしたらどうするつもりだ？そんなヘマしない。誰にもあのことは話してないな。ほら、ジェシーとかディーナとか。するわけない。それならいい。ここ入ったことあるの？いや、通りの巡回だけだ。うっかり見過ごしてたってことか。かもね。だいぶ前に撃たれたみたいだな。最後にパトロールが来たのは？さあな。ジャクソンの人？いや、確か失踪したのは去年いなくなった若者二人だけだ。こいつは老けすぎてる。迷い込んだんだろう。こっちだ。中でしょ。そうだな。倒していくか。
ジョエル、今ので最後じゃない？多分な。ご苦労様。うん、ジョエルもね。あのさ、今日はギターの弦取りに行くの諦めない？俺もそう思ってたとこだ。とはいえ、出るには前に進むしかないな。何かあるかもしれないな。先行って。倒してやった。ああ、そうだな。平気？年食ったってこと以外にか。一晩ぐっすり眠れば元通りだ。早くここ出たい。何してんの？奥にブローターいたらどうすんの？心配するな。胞子は飛んでない、はあ、さっきのマジですごかったね。この辺じゃブローターは珍しいだね。ジェシーとディーナがこのこと知ったら死ぬほど驚くはず。そういえばあの二人は付き合ってるんだろ？くっついたり離れたり。なんで？ジェシーはお前の話ばかりだろ。ジェシーとはただの友達本当にそうか？俺は結構勘がいいんだぞ。悪いけど完全に外れ。どうだかな期待しても無駄だよ。お前ならここ通れるか？まあどうだ。ああほら、
ねえジョエル。ん？あの子たちだ。去年逃げ出したカップル。そうみたいだな。ジャクソンはいいところだけど、他の場所で苦しんでる人たちの話を聞くのが辛い。みんなを救いたくて、良かれと思って町を出たの。でも1時間もしないうちに群れに襲われて、2人とも噛まれて、変わり果てる前に命を絶つことに決めた。家族や友人に謝っておいて、アダムとシドニーより。彼女を撃った。なのに俺は怖くて死ねないでいる。アダム。ひどいな。免疫さえあれば。なあ、エリー。トミーと合流して二人をジャクソンまで運ぼう。なあ。ファイアフライの病院から逃げ出したとき、私みたいな人が大勢いるって言ったよね。ああ、そう聞かされた。免疫を持ってる人なんて会ったことない。ジョエルは？隠してるんだろう。お前みたいに。本当にそう？今話さなきゃいけないことか。あんなに苦労してファイアフライの病院に私を連れてったでしょ。聞きたいことたくさんあったのに。なんで意識を失ってる間に私を連れ出したの？お前の検査をさせてみて、あいつらは無能だと気づいたからお前を連れて。なんで無能だってわかるの？時間をあげれば何か方法を見つけられたかもしれないでしょ。治療法なんてこの世にないんだ。他の人を助ける方法なんて存在しないんだよ。その事実を変えられるものなら俺だって変えたいさ。でも無理だ。この子たちを家に連れて帰ってやろう。他に言いたいことがないならな。ない。そうか、行くぞ。